ようこそカラスの力へようこそ、今回はダダンスイカです。力さん、スイカを食べたことあるんですけど、この丸のままのスイカっていうのは見たことないので初めてなんですけど、これを見せたら力さんどんな反応するのか見てみたいと思います。ツンとかしてくれたらいいんですけど、怖くて逃げ回る可能性もありますけど、よいしょ、一回ここに置いて見せてみたいと思います。じゃあ力さん呼んできます。ファイン、あれ、さあさあ、よいしょよいしょよいしょ、よくしょ、はいどうぞ。怖いの、ちょっと降りてくれませんかね。いや、なんで俺の腕アタックすんねん。スイカも怖いんか、リキやん。困ったカラスさんやな。気にしてるやん。おお、いけた。入る？スイカ転がったから。だけスイカ怖い。
もう無理やな、リキさん。怖すぎるもんな、スイカ。なんでスイカがそんな怖いんやろ。終わろうか。うわ、すげえ。見て、リキやん。見て見て、スイカ、スイカ。な、うまいやろ。ダメやん。よし、いけた、できやん。はいね、いけたね。おお、これ普通にスイカか。どう？ちょっと待ってるやん。うまいやろ。うまいんでしょ。スイカ好きやな、意外に。いけるんや。分からんな、お前の好みは。丸のスイカが怖いけどね。ジョブや。そんなうまい。すごいな。はい。はい、というわけで今回はリキさんにスイカを丸ごと生まれて初めて見せてみたんですけど、ビビって近寄れませんでした。で、お風呂に入れる作戦もやったんですけど、怖くて水浴びもできませんでした。最後に軽く切ってみたら、切ったやつは怖くないみたいで、ほんで結構食べてましたね。スイカはシャリシャリした食感は食べられるみたいです。わらかありきゃん。もういらん。というわけで今回はスイカが怖いリキさんでした。ではでは、リキちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。